O-1、L-19 バードドッグ O-1、A アメリカ陸軍機 O-1 は、アメリカ合衆国のセスナ社製の軽飛行機、セスナ170の軍用型。連絡機及び観測機として使用された。愛称は、バードドッグ。1962年の軍用機故障の3、軍統一以前は、陸軍機は L-19, 海兵隊機は、 オエと呼ばれた。アメリカ陸軍は、砲兵の弾着観測及び連絡用として、新しい全金属製の航空機を要求した。全員金属製としたのは、第二次世界大戦中に使用していたスチンソンや、パイパー製のハフバリの飛行機は、耐久性に乏しかったためである。アメリカ陸軍が示した、複雑単発の連絡、観測機の使用に、セスナ社が答えたのが、 セスナ170の発展型であるセスナモデル 305A であった。セスナ 305A はセスナ170と同じく支柱付きの効翼を備えたオリン付きの軽量な単発機でセスナ170とは後方視界を改善するために後部胴体の解説計を行ったことと翼と胴体の接合部に透明パネルをはめ込んだことが相違点だった。また、 ドアのストレッチャーを乗せることを考慮して拡大されていた。アメリカ陸軍はセスナ 305A を L-19A バードドッグと命名し418機を発注した。セスナ305の試作機は1949年12月14日に初飛行した。L-19A の配備は1950年12月から始まったが直ちに 朝鮮戦争での実戦に投入されることとなった。1953年には、軽機練習機期型も開発された。後期型は、低速プロペラを装備し、最終型である、L、L-19E では、重量が増加した。セスナは本機を3431機生産した。ほか、日本の富士重工業も L-19E を22機ライセンス、生産した。 L-19 及び与えは、1962年のアメリカ3軍の航空機名称統一によって O-1 と解消した。アメリカ軍は、1950年から1959年の間に3200機の L-19 を発注した。L-19 は、弾着観測や前線との連絡、救急輸送、操縦訓練など、様々な任務に使用された。 1962年にアメリカ3軍の航空機故障の統一が行われ、L-19 は O-1 と解明し、ほぼ同じ頃にベトナム戦争に投入された。1960年代前半、O-1 は南ベトナム空軍及びアメリカ陸軍によって運用された。1964年、アメリカ国防総省は、 陸軍の航空戦力の回転翼機への移行と固定翼機である O-1 の空軍への移管を指示した。この指示はヘリコプターの配備が進むまでは O-1 の使用の継続を認めていたためそれを理由に陸軍も南ベトナム軍も使用し続けたが1964年以降のベトナム戦争での主な使用者はアメリカ空軍である。 ベトナム戦争において O マイナスイは偵察と前線航空管制のために使われた。動線上においては基本的にパイロットの個人装備以外には識別用のロケット弾しか武装が許されず、元より航続時間とエンジン出力に余裕がない上に防弾装備が一切なかったことも相まって損害は大きく、空軍では178機、海兵隊では7機、陸軍と、 南ベトナムと秘密部隊では284機、合計469機が失われた。そのうち3機は、対空ミサイルによる撃墜だった。O-1 は、1960年代の中期以降、徐々に、ベトナム戦争に投入された、OV-10 ブロンコや O-2 スカイマスターと、交代することとなった。最後のアメリカ軍の O-1 は、 1974年に公式に引退した。陸上自衛隊では、アメリカ陸軍から107機の L-19A の太陽を受けて連絡機として使用していたが、1965年時点での連絡機の必要数を250機とする方針から、富士重工業がセスナ社からライセンスを取得し、不足分を国産する計画となった。 国産の対象は L-19E と決定し、量産が開始されたが、その後、陸上自衛隊も、主力航空機をヘリコプターとすることとなり、L-19E のライセンス生産は22機で終了した。ありがとうございます。